中学数学1年、作図の第11回になります。問い、次の3点を通る円の中心を作図によって求めよう。品質問題です。必ずできるようになっておきましょう。少し予備知識をしておきますと、2点を通る直線は1つに決まります。一直線上にない3点を通る円も1つに決まります。点が3つあってそれが一直線上になければ必ずその3つの点を通る円は作れる、作図で作れるということです。この問題も先ほどの問題と同様にこの垂直二等分線を2つ引けばその交点が円の中心になります。まずこの絵とこれの垂直二等分線から作図しましょう。今引いた直線はこの円の直径になる部分でありますし、この今からこの3点を通る円の中心は必ずこの線上にあります。点を決めたいのでもう一つ垂直二等分線を作図します。思ったより上目になったな。まあそのつもりで作ったの。あ、全然合わない。延長しなきゃ。まあ延長すれば大丈夫なんで。そう、ここがこの3点を通る円の中心です。でここにあるみたいに円を描きなさいって言われること少ないですね。中学生が使っているようなコンパスはどうしてもずれてしまうので中心だけ求めなさいという問題がほとんどです。まあでも本当に一つの円状にあるか今試してみましょう。届けばの話だけどギリギリ届くか。やばいな、無理かな。ちょっと待ってね、鉛筆伸ばしてやってみる。まあ大体大雑把に届くってことが分かればいいんでね、円状にあるって分かればいいんで、ちょっと届いてないけどパーで、まあ大体、最初のは少し短いから、これで一つの円周上にあるっていうのはこれで確認できますね。